はい、早いんですね。たまにはね、素早く打ってた方がいいですからね。素早いっていう技を使いましたよ。はい、では、いつも通りね、ボキャクイズ。今日は28問ありますからね、頑張っていってください。早いですね。はい、皆さん、では、回答の準備の方お願いします。28問ですからね、集中して頑張ってくださいね。はい、それでは始めていきたいと思います。はい、ということで、そこまでということになりますね。さあ、それでは、合図をしたら皆さん回答一気に出してくださいね。はい、では行きます。はい、せーのーせ、お願いします。はい、まあまた数分したら私の方からも模範回答をね、張り出したいというふうに思います。さて、今日は一都構文の2回目ですね。まあ、前回は、まあ、一都の内容を後ろで説明するっていうパターンをたくさんやりましたね。で、今日もそれが少し出てきます。で、プラス、まあ、新しい一都についてもいくつか扱っていきますから、まあ、この前回、今回の2回で、まあ、一都については、まあ、かなり知識が整理されるということで、ぜひ頑張っていってくださいね。それでは早速、最初の問題からいきたいと思いますね。341番からです。はい、これはこうなっていきますね。前回学習した先駆の語法が、出てくるんです。
I think it's highly unlikely that she would ever betray us というふうになっていきます。で、まず、ここの think という動詞の後ろに A、B というふうに2つ要素が来ているんですね。今回 B の部分に形容詞が来ています。unlikely、これ形容詞です。で、だからこの間に to be というのを補っても OK だというのは前回の確認ですね。A が B だと思うと言ってるわけです。で、この unlikely というのは likely の反対語ですから、ありそうにないという意味になるわけですね。まあ、要するに可能性が低いと言ってもいいですね。はい、そして、その直前についてる highly。で、これもすっごく大事な単語で、これね、もし ly がなかったら、high で、高いとか、高くという意味になりますね。ところが、ly がついてしまうと、高いっていう意味はどこにも出てこなくて、この highly は、very と同じ意味になってしまう。まあ、つまり、とてもとか、非常にという意味になるんですね。これぜひ押さえてください。ですから、highly unlikely で、非常に可能性が低い。もうかなり可能性が低いというふうに言ってるわけです。私は、それがとっても可能性の低いことだと思います。と言っていて、じゃあそれは何だってことで、はい、ざっと以下で説明。That she would ever betray us. Betray がこれが、裏切る意味です。だから、彼女が私たちのことを裏切るだろうっていうのがこれがざっと以下の内容になるわけですね。はい、だから全体として私は彼女が私たちを裏切るというのはとっても可能性が低いことだと思います。これが直訳です。私は彼女が私たちを裏切るというのはも、とっても可能性の低いことだと思います。というのが直訳。まあ、もうちょっとわかりやすく訳そうとするんだったら、もうちょっとわかりやすく訳すと、私は彼女が私たちのことを裏切るなんて相当可能性の低いことだと思いますっていう、まあそういう感じですね。でね、ちょっと細かいんだけど、ここのエバーが何なんだっていうね、いうふうに疑問に思った人もいると思います。まあこれ軽く聞いといてください。このエバーっていうのは、疑問文とか、あるいは否定文、で、使うことがほとんどなんですね。で、今回これ、否定文ではないんだけど、でも、可能性が低いっていう表現があることから、否定の文脈であることはわかりますね。必ずしも否定文じゃなくてもいいんです。not がなくてもいいんです。否定の文脈で、否定文脈って書きましたけどね。否定文脈で使う。で、決して、何々ない。という意味を作るんですね。このエヴァは今回決してという意味になって否定を強調するんです。つまり彼女が私たちのことを裏切るなんて絶対ないでしょってことを言うためにこのエヴァを使っているんだということですね。ただ無理に決してっていう訳入れる必要ないです。これ入れなくたってもうすでに highly っていう強調の言葉がここにありますし、なので無理にこのエヴァを訳に入れる必要はないと思います。ただまあ、否定の文脈の中でこのエバーが使われて否定を強調することがあるということは頭の片隅に入れといてもいいと思います。で、ここに would という助動詞の過去形が使われているんですが、これなんでですか？これも説明できてほしいです。これは説明できてほしい。これは仮定法です。つまり、彼女が私たちを裏切るのは可能性が低いんですよね。可能性が低いので現実とは離れている。で、would、助動詞の過去形となっているんだっていう、まあ、そこまで理解が深められれば完璧です。私は、彼女が自分たちのことを裏切るなんて相当可能性の低いことだと思いますっていう、まあそういう文でした。さて、そろそろ回答が出揃ったみたいなので、模範回答の方を貼り付けておきたいと思いますね。はい、これが模範回答です。はい、それでは、342番に行きたいと思います。こうなっていきます。
It is not too much to say that health is above wealth. こうなっていきます。で、まずね、これ覚えなきゃいけないんだけど、too much to say。これよく使われる表現で、言い過ぎだ。という意味なんですね。まあ一応理屈っぽく言うとね、これ too too 構文になっていて、で、too too 構文の訳し方で、まあ私プラスアルファの訳で教えたんだけど、プルプルするには点点点すぎる。ね、後ろから言って、プルプルするには点点点すぎるって訳を教えたでしょ。ね。だから、まあ、それ使えば、言うには度が過ぎているっていう風にここが直訳できるわけ。言うには度が過ぎている。だから言い過ぎだっていう。まあ、そういうことなんだけどね。で、そこに今回 not がついてるので、言い過ぎではないということになるわけです。よく君たち日常会話で、ね、点々点と言っても言い過ぎではないとか、点々点と言っても過言ではないっていう言葉はよく使いません？で、私だってよく使いますね。例えば、基礎教科英語を受ければ、東大合格だって目標にできると言っても過言ではありませんとかね。まあ、なんかちょっと、まあ、なんだろうな。一見すると、ね、って思うようなことを言っておいて、いや、でもこう言っても言い過ぎではありません。ね。まあ、よくあり方ですね。はい、ですから、ぜひこれ覚えておいてください。だから今回、この前半部だと、それは言い過ぎではありませんとか、それは過言ではありませんとなるわけですね。じゃあそれってなんだというと、はい、ざっと以下です。はい。で、ここに、点々点のところに above wealth っていうふうに書いてありますね。wealth っていうのは富って意味です。富。富。お金があることを富って言いますね。で、above というのが上という意味の前置でした。ですから、健康が富よりも上であるというのがざっと以下の訳です。健康が富よりも上である。つまり、健康が富に勝っているということなわけですね。はい、ですから、全体として、健康が富に勝っているというのは言い過ぎではありませんとなるわけです。ね、もうちょっとわかりやすく言えば、健康が富に勝ると言っても過言ではありませんということですね。健康が富に勝ると言っても過言ではありません。こうなるわけですね。まあ、そりゃそうだよね。健康であることとお金持ちであること、どっち取りたいですか？健康な方がいいよね。お金なくても健康に生きられれば、そりゃいいよね。ね。皆さん、不健康でもお金あった方がいいですか？毎日お腹壊してばっかで、今日も咳が出る。ああ、痰が絡む。つれーって言いながら、お金持ちだ。よし、幸せだ。あんまそういう人いませんよね。やっぱり、健康ならば一番だ。健康第一っていうふうによく言いますからね。まさにそういったことを言っている文だったんですね。はい、では次です。はい、343番。ウードから始まってますから疑問文を作れということですね。こうなってきます。こうなります。Would it be possible to have this toy gift wrapped? というふうになってきます。で、まず前半部、Would it be possible? まあ元の語順にすれば、It would be possible なわけですね。Possible が可能だ。ですから、それが可能であるということになるわけですね。で、それを疑問文にして、でしかも Would という丁寧語を使っているのですから、それは可能でしょうかとなるわけですね。ウルが丁寧語ですから、それは可能でしょうかでしょうかというふうになるわけですね。で、じゃあ、それは可能でしょうかのそれって何なのというと、はい、to 以下です。to have this toy gift wrapped。さて、このハブは前回やりました。はい、これ、持つじゃないですよ。このおもちゃを持つことは可能ですかね。このおもちゃを持つことは可能でしょうか何その質問。このおもちゃを、ね、おもちゃ買いに行った時にね、子供のためにおもちゃ買いに行った時に、おもちゃを置いてあって、このおもちゃを持つことは可能でしょうかっていうふうにわざわざ店員さんに聞く？ありえないですね。はい、これ何かっていうと、this toy と来て後ろに ed 系が来てるでしょ。はい、ですから、これ前回やった、have, a, b
なわけですね。ハブ AB。A に B させる。A に B してもらう。そういう表現です。はい。で、今回、ギフトラップってありますけど、ラップ。はい、これ、サランラップのラップです。サランラップのラップ。つまり、包む。です。で、その前に、ギフトっていうのがついてますね。ギフト。だから、包むと言っても、何の目的で包むかというと、ギフト用に包むっていうことになるわけです。ギフト用に包む。はい。ですから、このハブディストイギフトラップの部分は、このおもちゃをギフト用に包んでもらうとなるわけです。このおもちゃをギフト用に包んでもらう。はい。ですから、全体として、このおもちゃをギフト用に包んでもらうことは可能でしょうか？このおもちゃをギフト用に包んでもらうことは可能でしょうか？となるわけですね。ね、ギフト用。ギフト用。こう誰かにプレゼントするギフト用として包んでもらうことは可能ですか？というふうに言っている。そういう文でした。まあ、使えるでしょうね。子供にね、子供のプレゼントにおもちゃ買おうって言って、お店行って、で、これギフト用に包んでもらいたいんですけどって頼むときに、店員さんに頼むときに、ね、使えると思いますよ。はい、では次です。344番ですね。はい、はい、これもこうなっていきます。前回学習したのがいっぱい出てきますよ。だから、いつも言ってますけど、スキップして受講するってのは、絶対やめた方がいいですね。ね、どんなにリアルタイムで受けたいと思っても、前回の分が受け終えていないのに、ね、今回の分に進むとか、そういうね、受講体制はやめた方がいいですね。効率が下がります。さて、こうなっていきます。2. Go shopping this rate. うん。And she did not consider it worthwhile to go shopping this rate. というふうになっていきますね。はい、まず前回学習したことから確認していきますね。consider という動詞があって、後ろ見てみると、it worthwhile 2個要素が来ている。だから、consider AB。A が B だと考えるというふうになるわけです。で、worthwhile というのは価値がある。という意味の形容詞です。はい。これぜひ覚えてください。前回 worth で何、前回 worth で、あ、worth、前回やったのは、あ、前回やったよね。前回 worth プラス名詞で何々の価値があるってやったよね。はい。その価値っていう単語がついてるんで覚えやすいと思います。はい。ですから、まず前半部の訳は、彼女はそれが価値のあることだとは考えなかったとなるわけですね。そんなの無価値だって言ってるわけです。そんなの無価値だ。じゃあ何が無価値なのというと、はい、これです。To go shopping this rate なんですね。はい。go ing で何々しに行くですね。で、ここに shop っていう動詞があるんですけど、shop、名詞だとお店って意味なんだけど、動詞にするとお店で買い物をするという意味になるわけですね。はい、ですから go shopping でお店で買い物をしに行くとなるわけです。で、late が遅くまで。で、その前に this っていうのがありますね。これもね、難関死亡者ぜひ覚えてください。this って言ったら普通、これ、この、ですよね。これとこのが普通の this の訳なんだけど、今回の this は、こんなにって意味なんですね。という意味の副詞なんです。副詞。いい？副詞。え？って感じですけど。ね。副詞の this があるんですね。はい、ぜひ、はい、this、それから、that が副詞として使われることがある。これは知っておいてください。副詞の this はこんなに。副詞の that はそんなに。という風に使われて、まあ、後ろに形容詞や副詞を伴うことが多い。はい、ですから今回、こんなに遅くまでってことで、まあ、late を少し強調してるわけ。こんなに遅くまで。こんなに夜遅くまでみたいな。そういう感じになるわけですね。だから、正誤判定問題で、this late に線引いて、で、引っ掛けさせる問題よく出るよ。ね。勉強が足りてないと、this late、これダメなんじゃないか。this の後ろは名詞じゃないとダメでしょとか言って、おかしいんじゃないかってやっちゃうんだけど、これ OK なんですね。全然いいんですね。はい。ぜひ慣れておいてください。はい。ということで、全体の訳は、彼女はこんなに遅くまで買い物に行くのは、
価値があることだとは思いませんでした。もう一度。彼女はこんなに遅くまで買い物に行くことは価値があることだと思いませんでしたということになります。よい。こんなに遅くまで買い物に行くことは、買い物をしに行くことは価値があることだとは思いませんでした。ね、そこまで遅くまでね、ずっと買い物してないでもいいでしょ。早く切り上げなさいっていう、まあ、そういうことじゃない？はい。どういう時に使われるんですか？多分今言ったから大丈夫だよね。後ろに形容詞や副詞を持ってくるっていうふうに言いましたもんね。多分タイムラグがあるから、まあ多分すでに答えたと思います。はい。さて、では次345番ですね。はい、ここはちょっと新しいことが出てきます。345番。はい、まず答えからね。It appears to me that this problem was caused by から先はもう書いてありますね。変更しておきましょう。It appears to me that this problem was caused by your inadequate response. というふうになりますね。いきなりこれ見てもパッと理解できない人が多分多いと思いますので、まず基本的なことからゆっくり確認していきたいと思いますね。まず、皆さん、これはわかりますね。〇〇 seem、まあ、あえて seems にしとこうかな。まあ、seem でも何でもいいや。まあ、seem にしておきましょう。はい。皆さん、seem to って表現一回やりましたね。これいいですね。seem to って一回やりましたね。プルプルのように思うって意味でした。だから、この場合、〇〇は V するように思いますとなるわけですね。〇〇は V するように思います。で、実は、今回ここに appear というのが出てきましたけど、この appear も seem と全く同じ使い方ができて、appear to 取れてきてもプルプルように思うという意味なんですね。まずこれをきちんと押さえてください。で、今回、これの書き換えというのがここに出てきているんですね。この構文というのは、次のように書き換えることができます。はい、それはどんな書き換えかというと、はい。It seems that 〇〇 V。あるいは、It appears that 〇〇 V。こういう書き換えが、可能なんですね。上と下で何がどう変わってるのかっていうのにちゃんと目を向けてください。何がどう変わってるかっていうと、まず、ここでは不定詞を使っていました。が、下の文では、that という接続詞を使ってるんですね。で、接続詞を使った場合は、後ろの語順は必ず、SV でなくてはいけない。これ基本ですね。接続詞を使った場合は、後ろは SV と来なければいけない。はい、だから SV と来ていて、で、この S に当たる部分が、この〇〇なんですね。この〇〇を後ろに下げたわけです。はい。こう出てきても、訳は上と同じ。〇〇が V しているように思います。というふうになるわけです。〇〇が V しているように思います。で、これ一応理屈っぽいこと言っとくと、こうなんですね。it の内容がざっと以下だっていう、まあそういう理屈なんです。it の内容がざっと以下だ。つまり、もしこれ省いた場合は、そう思います、ね。そのように思えますってことなんですね。it seems, it appears だけだったら。そのように思います。そう思いますっていうふうになるわけ。で、じゃあなんて思うのってことで思った内容をざっと以下で説明。はい、ですから、〇〇が V している。ように思いますっていう。まあ、こういう風になっていくわけですね。はい、ぜひこれ、しっかりね、この綺麗な図で理解してくださいね。はい、そうすると今回ね、it と入れてきましたから、it で始まってますから、これ上のパターン、下のパターン、どっちですか？これ下のパターンですね。ということは、下のパターンの場合は、不定詞を使わないんです。つまり、ざっとで書いていくんですね。これがポイント。ですから、もし345番皆さんこれから初見で解けって言われたら、私だったらこう思うわけです。
最初、it appears to というふうに問題文に印刷されてるでしょ？ね。で、it appears の文では、不定詞は使わないんだから。ってことは、じゃあこの to は不定詞の to ではない。前置詞の to だ。ん？皆さんこれができてほしいんですね。あ、it appears ときたら、it appears that としか来ないんだから、この to は不定詞の、これの to ではない。前置詞の to だ。じゃあ前置詞の後ろは名詞だって、そうやって解いていくわけ。で、to me。で、私にとってという意味をここで作ってるわけです。私にとって。いいですね。で、はい、私にとってと置いて、で、そこから that を持ってきている。で、this program was caused by your inadequate program。この問題は、あなたの不十分な返答によって引き起こされましたとなるわけです。inadequate。スペルこれで合ってるかな ?inadequate 合ってますね。はい、アクセントここです。はい。で、adequate で十分な。ですね。で、in が否定語です。はい。なので、inadequate で不十分なとなるわけですね。はい。この問題があなたの不十分な問題によってもたらされた、引き起こされたように私にとって思われます。と言ってるわけですね。もう一度全体として。この問題があなたの不十分な返事、あるいは返答によって、起こってしまったように、私は思います。となるわけですね。まあ私にとってじゃなくて私はでもいいですよ。私は思います。はい、というふうになります。はい、以上、この seem と appear の構文をしっかり、押さえておいてくださいね。はい、そして、346番に行きますね。はい、これも答えから書いていきます。ちょっと、ロンドンとイングランド、申し訳ないけど、一文字でね、略させていただきます。さて、it will not be long before Mary starts for London, England.、こうなっていきます。さて、まず、細かいところからね、start for と、まずここにありますが、start for と来たら必ず後ろに場所が来て、どこどこに向かって出発する。という意味になります。まあ、どこどこに向かって、今からスタートしていきますよっていうわけですね。この for が、後ろに目的地を持ってきて、どこどこに向かってという意味を表します。いいですね。で、それからロンドン、イングランド。これ意外と大事な語順で、英語ではね、こう住所なんかを言うときに、こっちが狭い場所。で、こっちが広い場所。で、こういう順番になるんですね。場所を表すとき、全般そうです。必ず狭い場所、広い場所っていう順番になるわけですね。だから、ロンドン、カンマ、イングランド。イングランドがイギリスって意味ですから、ロンドン、カンマ、イングランド。訳すときは、イギリスのロンドン。日本語だったら、広い順に言うよね。イギリスのロンドンのシティでとか、アメリカ合衆国のニューヨークの何々どこどこでとか、いうふうに言うでしょ。ああいったことなんで、狭いところから広いところへ。英語ではそう書くんだけど、訳すときは、まあ、広いところから狭いところでってことで、日本語と英語でここが逆になります。さて、で、今回押さえておいてほしいのは、はい、新しい it なんですけどね。この it は別に後ろの内容を受けるわけではない。てか、後ろの内容を受けるんだったら、どれ受けるのって話になって、後ろのどれも受けません。どれも受けません。この it は、非認証の it。というふうに言われる it で、主語に置くものがないから適当に置きましたよっていう it なんですね。主語に置くものがないので、とりあえず適当に置いておきましたっていう、そういう類の it で、非認証なわけですから、人間を表していないんですね。人間ではないんでしょ ?you とか we とかそういう人を表す言葉ではないわけだから、例えば時間を表したり、あるいは天候、お天気ですね。
を表したり、あるいは明暗、明るいか暗いかを表したり、あるいは寒暖を表したり、他にもいくらでも用法あるんですけど、こういう人ではないものっていうのを表すんですね。で、今回は何を表しているのかっていうと、ここに long、長いという形容詞がありますから、今回は時間を表していることになります。long がありますから、今回時間なんですね。はい、なので、まずこの long まで訳すと、時間は長くないだろうとなるわけですね。まあ、無理に時間って入れなくていいです、別に。長くはないだろうで十分です。長くはないだろうとなるわけですね。長くはないだろう。で、その後ろに before、何々する前にとか、何々までに、までとか前という意味の、接続詞を分けています。で、メアリーがイギリスのロンドンに向かって出発するまでとなるわけです。よい。はい、だから全体として、メアリーがイギリスのロンドンに出発するまで、そんなに長くはないでしょうって言ってるわけです。ね。これからね、メアリーさんがイギリスのロンドンに行こうと思ってるわけね。で、今の時間が朝の、例えば9時40分だとするじゃないですか。ね。で、メアリーさんがじゃあ今日本にいるとします。で、羽田空港にいます。飛行機の出発時間、イギリスのロンドン行きの飛行機の出発時間が10時です。ね。で、今9時40分。ね。あと20分しかないんですね。ね。だから東京で、東京バナナでも食うかなんてそんな時間ないわけです。ね。お弁当買って食うかね。そんな時間もないですし、誰かとお茶しようかなんて時間もないですし、ね。ちょっと東京駅の駅前を散歩しようかなんて時間もないわけ。わかる？イギリスのロンドンに向かって出発するまで、そんなに長くはないって言ってるわけだから、もうすぐもう出発の時間が来てしまうんだってことになるわけですね。そこで、この it will not be long before というのは、意訳して、間もなく。はい。というふうに訳してしまえば、いいわけですね。で今これ最初ですから、今これ扱ったの最初なので、初めてこの構文出てきたから、いきなりこれ言って覚えろって言うと大変だから、まあ一生懸命私は理屈を喋ったんですよ。何々するまで長くはないだろう。で、この it が非認証の it だって、一生懸命語りました。で、なんだけど、これから皆さんがこの英文出てきたら、いちいちそんなネチネチやってないで、間もなく、メアリーはイギリスのロンドンに出発する。ね。っていうふうに訳せばおしまい。これ結構大事なことなんですよ。はじめは丁寧に。ね。で、一回理解したら、あとはもう二回目以降は、もういちいちそんな理屈っぽくやらずに、パッと訳してしまえ。これ数学でも使える考え方ですよ。数学でね、公式とかを覚えるときに、公式って絶対覚えてた方がいいよね。頭に完全に暗記しておいた状態で試験に臨んだ方が、それは解くスピード上がるよね。で、なのに毎回さ、公式を1から証明してってやってたらめんどくさいでしょ？ね？何？例えば、点と直線の距離公式とか、あんなの覚えた方がいいよね。で、覚えた方がいいんだけど、ね？ね、ルート A に乗足す B に乗足す、ね、B に乗分の絶対値の AX 足す BX 足す C みたいなあれね。絶対覚えた方がいいですよね。で、なんだけど、あれを覚えずに、こんなの覚えなくても証明できるとか言って、毎回ベクトル使って証明してたりとかしたら、ちょっとアホらしいでしょって思いません？まあそういうことです。はい、ですから、覚えるものは覚える。で、なんだけど、初めは、ね、すぐに覚えるのはきついから、ちょっと頑張って理屈っぽいこともしてみるっていう、大事なことですね。はい、ということで、間もなくメアリーは、イギリスのロンドンに向かって出発する。というふうに訳せば OK。ということになります。はい、それでは、347番に行きたいと思いますね。You can send the book to me. まずここまでは、最初書いてありますね。必要なところだけ写しておきます。で、その後に、by mail ときます。で、or you can ときて、その後、bring it
when it is convenient for you というふうになっていきますね。さて、まず全体をちゃんと読んだ方が良さそうですね。全体として、you can send the book to me by mail or you can bring it when it is convenient for you というふうになっていきます。じゃあまず前半からいきますね。でまず前半の you can send the book to me が、あなたは私に本を送ることができます。ね、またあなたは私にその本を送ることができます。で、by mail、これがメールでという意味です。この by が手段を表す前置詞なんですね。で、実はこんなルールがあって、今回メールでって言ってるから、手段といっても通信手段ですね。で、ちょっと細かいんだけど、交通や通信手段を表す前置詞の後ろは必ず冠詞をつけてはいけないんだというルールがあるんです。ここの名詞にはあとかざとかはたまた複数形の S をつけてはいけない。必ず無冠詞になるんだ。というルールがあって、意外と文法問題なんかでよく出るんですね。あるいは正誤判定問題で、by a mail としてそこに下線引いて、それを罰だと指摘させる問題なんていうのがよく出ます。はい、ですから、交通通信手段を表す by の後ろは必ず冠詞をつけてはいけない。だから例えば、電車で行くというときは、ね、go by train でしょ、ね、車で行くは go by car、ね、by car、by train、by bicycle、by mail。そんな風に、交通通信手段を表す前置詞の by の後ろは無冠詞にする。ぜひ押さえておいてくださいね。で、or ときて、これが遠い接続詞ですから、同じものをつなぐわけです。だから、you can なんとか、you can なんとか、同じ形のものをつないでいる。で、you can bring it。あるいは、あなたはそれを持ってきてもいいですよ。それを持ってきてもいいですよ。で、when it is convenient、都合のいいときに、で、for you、あなたにとって、と言ってるわけですね。この it って何なんですかって質問されたら皆さん何て答えますか？あなたの都合のいい時にっていうふうに訳すわけですね。これそれと訳しません。はい、ですからこれ結局適当に置きましたという it で、非認証の it ってなんですね。やっぱり。はい、というやつなんですね。で、なんで、ここに it 使わなきゃいけないのっていうのが、気になる人いるんですけど、これは実は今までやったことに答えが隠されているんですね。それは何かっていうと、ここのコンビニエント、これ都合がいいって意味の、形容詞ですよね。まあ、あるいは便利だという意味になるときもあります。この都合がいいとか便利だという意味のこの形容詞は、人を主語にすることができないんです。いいですか？はい、だから、これ主語の部分に you を置いて、you are convenient としちゃダメなんですね。あなたが都合がいい、あなたにとって都合がいいって言いたかったら、you are convenient でいいんじゃないのって思うんだけど、ダメなんですね。必ず、it is convenient for you。必ずこの順番。最後に for you。ここにあなたにとってという内容を持ってくる。ここ決まってるんです。じゃあ、この it は一体何を表しているのかというと、まあ一応、ちゃんと、まあ一応ね、無理に書かなくてもいいですけど、今回表しているのは、人以外なんですから、物や、こと、あるいは場所、時、はい、こういったものの都合がいいって言ってるんですね。わかりますね。つまり、都合のいい時に持ってきてっていうふうに言う時って何が都合いいかっていうと、あなたにとって時間の都合がいい時、ね、に持ってきなさいってことですね。だからまあ今回はまあ時だと思ってくださいね。まあ他にもまあ都合がいいっていう時って、まあ時とは限らないよね。場所の都合のいいところとか、ね。まあ他にもいろんな使い方があるわけですけど、まあ今回はまあこれで使ってるわけですね。あなたにとって時間の都合のいい時に、それを持ってきてください。私に直接その持ってきてくださいって言ってるわけですね。はい、と言ってるわけです。はい、じゃあもう一度最初から。あなたは、その本を私にメールで送ってもいいですし、都合のいい時に、あなたの都合のいい時に、持ってきてもらってもいいですよ、というふうに言ってるわけです。
まあ、この can はできますっていうふうに訳すのが普通なんですけど、できるって訳すとちょっとぎこちない感じしたので、何々してもいいですっていうふうに訳しました。送ることもできますしでもいいけど、まあ、送ってもいいですし、してもいいって形にしました。さて、それでは、348番。はい、いきたいと思いますね。はい、これはね、まあ、ある意味熟語的なものだと思ってください。はい、こうなっていきます。はい、早速間違えましたね。It does not follow that. あ、follow. does not と来てますから、ここには S をつけてはいけませんね。It does not follow that. で、後ろ。はい、ちょっとね、because の位置ね、ここに書くのやめよう。because ここに書くのやめよう。ちょっと細かいけど、because は、こっちに書きましょう。ですね。で、his words まで書いちゃいます。はい。さて、まずね、もう熟語としてでいいんで、これを覚えてください。It follows that. で、プルプルということになる。なんですね。結論を示します。It follows that. プルプルで、プルプルということになります。ね、以上をまとめれば、プルプルということになりますということで、結論を示すときに、この表現がよく使われます。で、今回はそれが否定形になってますから、it does not follow that. 点点点ということにはなりませんとなるわけですね。じゃあ、何ということにはならないんですかっていうと、he is a man of character. この man of character、これが人格者。はい、って意味なんですね。つまり、このマンが人。で、キャラクターが、まあ普通性格って意味なんだけど、辞書なんかで引くと人格って意味も出てきます。はい、だから、人格を持っている人。このオブが実は所有のオブってやつで、これ所有のオブってやつで、人格を持っている人。まあつまり、前置詞 with の時に、having に置き換えられる with があるってやったでしょ。で、オブも同じで、ハビングに置き換え可能なものっていうのがあるんですね。はい、だから、人格を持っている人で人格者ということになるわけですね。はい、だから、彼は人格者だということにはなりませんと言ってるわけです。で、その後ろで、because he is wealthy、彼は裕福だという内容が来てるんですね。で、これね、because がここにあるわけだけど、これをね、後ろから訳すとき、なのでって訳すとおかしいんですね。彼が裕福なので、つまりお金持ちなので、人格者だということにはなりませんって。まあ、それでもいいんだけど、もうちょっといい訳し方っていうのがあるんですね。これは何かっていうと、裕福だからといってという訳し方なんですね。裕福だからといって、人格者だということにはなりません。というふうに訳す。で、実はこういうことなんです。という否定を伴った文の後ろに because が来てしまった場合はプルプルだからといって点点点ではないと訳した方が訳が綺麗になるっていう、まあ、そういう話があるんですね。まあ、この because の後ろがプルプル、 not の後ろの内容が点点点とすればプルプルだからといって、点点点ということにはならない。こうなるわけです。いいですね。はい、ですからもう一度全体として、彼は裕福だからといって、人格者だということにはなりません。こうなります。
裕福だからといって人格者だということにはなりませんってことですね。人格者ってわかりますね。人格が優れてる人のことです。それを人格者って言うんですよ。ね。優れた立派な人ってことね。お金持ちだったら立派かって言ったらそうとは限らないでしょ。お金持ちでも、なんか汚い人っていっぱいいるわけ。ね。お金持ちだったら何でもかんでもいいかっていう、そういうわけじゃないよってことを言っているそういう文でした。もう大人になったらよくわかることだと思いますね。はい、それでは次349番。はい、疑問文ですね。はい、ですから、how long で始めればいいでしょう。これよく使いますよ。How long is it since you heard from him? で、まず細かいとこからね。ここに hear from という熟語がありますね。で、直訳すると何々から聞くってことなんですけど、何を聞くのってことになりますね。これ連絡を聞くんです、ね。ある人から連絡を聞く。連絡を伺うということになるわけですから、誰々さんから連絡が来る。はい。という意味になります。なんかたまに熟語帳で、誰々さんからの消息があるって書いてあって、消息がある。消息。ね。古文的に読むと、消息。消息がある。ちょっと難しいんで、誰々さんから連絡がある。こういうことだと思ってくださいね。はい。ですから、これね、あなたが、その彼から連絡を受け取ってから、どのくらいの期間が経っていますかということを聞いている文なんですね。つまり、まあ、一回、まあ、その人と会いました。ね。例えばなんだろうな。まあ、君たちも大学生になったら、まあ、人によっては上京したりして、こう、引っ越して一人暮らしするってことがあるかもしれないね。そしたら、あんまりその、毎日親と会わないから、連絡取らなくなるでしょ？でしょ？だから、春休みに会って、で、こう、また4月から授業始まって会わなくなるわけ。で、まあ、でも時々こう LINE とかでも連絡取り合うわけでしょ？ね。そういう状況があるとして、で、5月とか6月みたいな今の時期に、お前最近親と連絡取ったのいつって、まあ、こういうこと聞いてるわけだ。ね。で、それを、まあ、この英文だと、連絡が来てからどのくらい経ちましたか？ね。最近連絡してからどのくらい経ちましたか？って聞いてるわけですね。まあ、1日とかだったら、お前頻繁に連絡取ってるねってことになるし、ね。もう1ヶ月連絡取ってないよって言ったら、あ、そんなもんか、と。ね、いうことになりますね。1年連絡取ってないよって言ったら、お前連絡しろよ、みたいなことになりますね。まあそういうことだと思ってください。さて、で、問題はね、この、is it? ここに it っていうのがあるんですけど、この it が何なのかってことですね。はい、もちろん、非認証の it。はい、今回は時間を表してます。なぜなら、ここに how long とあるからですね。how long というのは、どれくらい長くってことで、時間を尋ねる表現ですね。まあ、期間を尋ねる表現って言ってもいいと思います。はい。だから、ここが時間の it ということになるわけですね。はい。あなたが彼から連絡を受け取ってから、どのくらいの期間が経ちましたか。ね。彼から連絡が来て、どのくらい経ちましたかと言ってるわけです。はい。ぜひ、こんな it もね、押さえておいてほしいと思います。さて、それでは、350番ですね。今日は1時間いかないで頑張って終わらせましょうか。はい、350番。now, 今はってところから始まってて、こうなっていきます。さて、now it is time for us to think about which courses to take next semester と書いてあります。最後のセメスターという単語は、楽器って意味です。楽器、演奏する楽器、ピューピューの楽器じゃなくて、
ピューピューってやる楽器じゃなくて、1楽器、2楽器の楽器ですね。まず、今って最初に書いてあって、It is time と来た後、for, 人、to, v と来てるんですね。for, 人、to, v、ね、どっかでやりましたね。はい、もちろんこれ、不定詞のところでやったわけです。はい、もちろん、これは、赤にしましょうね。はい、it の内容が to 以下だってやつです。よい。はい、だから、何々について、あ、間違った、ごめん。間違えました。間違えました。はい、今の消して。はい、間違えました。はい、嘘。嘘です。嘘です。私は今、嘘を言いました。I told a lie。ごめんなさい。たまにこういうね、恐れた嘘もつくんです。はい、今回は、はい、気を取り直して、今回は、4からここまで全体のこの塊が、直前の time、時間という名詞にかかってるんですね。はい、気を取り直して。たまに嘘をついちゃうこともあるんですね。はい、4から先に全体が形容詞の働きとして前の time にかかっているんだってことなんですね。はい、で、think about が何々について考える。about は of でも OK。で、which causes to v。これが前回学習した疑問詞 to v の形です。疑問詞 to v。で、which causes、まあ、あるいは what causes でもいいです。これがどのコースって意味ですね。どのコース。だから、どのコースを次の楽器、あなたが取るべきか。ってことですね。どのコースを次の楽器に取るべきか。ね。普通ね、大学って、1年間取る単位は普通、一番最初に決める大学が多いんだけど、ただ大学によっては、楽器ごとに決める大学もあるんですね。だから、春学期にどの科目を取るのかっていうのは4月に決め、9月以降の単位を、9月以降どの科目を取るのかっていうのを9月に決めてっていうふうに楽器ごとに取ることもあるんですね。だから、次の楽器どのコースを取るべきかについて私たちが考える。時間というふうに後ろから前にかかってるんですね。私たちが次の楽器、どのコースを取るべきかについて考える時間。って言ってるわけですね。はい。で、この it は何かっていうと、非認証の it なんですね。決して形式主語構文ではありません。はい。はい。ということで、この英文全体の内容は直訳すると、今は、私たちが次の楽器にどのコースを取るべきかについて考える時期です。このタイムが時期とか時間って意味ね。考える時期です。と言ってるわけです。だからこの it は別に訳さないでいいわけ。まあ一応時間の it です。ね、まあ、そろそろこういうことする時間だよねっていう時は、It is time と言って、で、time の後ろから形容詞の塊を作るっていうのが基本です。よい。そろそろこれこれする時間だよねって言いたかったら、ね、まあ、そろそろ、ね、今ってことで now ってくっつけて、now, it is time, プルプルって言ってあげれば、そろそろ何々する時間だよねという言い方ができるんですね。はい、ぜひ押さえておいてください。はい、そして351番。あ、ここでちょっと説明が長くなるから1時間いけないかもしれない。はい、いきますね。はい、まず全文から。はい、it stand out。that。one of the paintings。was missing in the museum. はい、こうなります。It turned out that one of the paintings was missing in the museum. こうなってきますね。まあ、これは特にね、非認証の it っていうふうに抑えるよりも、熟語として抑えてしまった方がよくて、この turn out が分かるって意味なんですね。で、
It turns out, it turns out that っていう、この形が、よく出てきて、これで、何々だとわかる。はい、という意味になります。何々だとわかる。となるわけですね。で、この that の後ろに sv と来ていて、painting、まあ絵ですね。絵のうちの一つが、はい、ミュージアム、美術館の中になくなっていました。つまり行方不明になってたっていうふうに言ってるわけですね。こういっぱい絵があって、そのうちの一個がなくなってんの。盗まれた。どうしようって。まあそういう話なわけですね。で、はい、ここから細かい話に入ります。まずミュージアムは今回美術館なんですけど、他にも博物館って訳したりすることもあります。はい。これは知っといてくださいね。それから、ここのザ複数形。これ意外と大事ですよ。ワンオブっていう風にここにありますね。このワンオブが、もちろん何々のうちの一つなわけですね。何々のうちの一つ。って言った場合、この何々に当たる部分っていうのは、当然複数ないといけない。ね。複数ないといけない。例えば、いろんな授業のうちの一つって言ったら、いろんな授業っていうのは複数あるわけだ。でしょ？おやつのうちの一個を食べるって言ったら、おやつが10個ぐらいあって、で、どれにしようかなって選んでる状態ですよね。はい、だから、ワンオブってきたら、後ろは必ず複数形。はい、それから、当然、何々のうちのって言った場合、その何々というのは必ず特定されてるわけですね。おやつ10個のうちの1つって言ったら、そこにおやつが10個あって、そのおやつ10個ってことで限定されてるから、座がつかなければいけない。ね。必ず。ね。どれでもいいからってことにはならないわけですね。はい。だから必ず、ワンオブときたら、ザ複数形。ザ複数形。これ基本中の基本です。いいですね。だからもう、ワンオブザミュージアムとかやっちゃった人はもうその時点でもうおかしいわけ。何かがおかしいわけ。はい。で、最後にこのミスという動詞ね。これが一つ大きな、ポイントになってきますね。結局、入試本番までこのミスが分からずに終わっちゃう人っていうのがいるんですけど。はい。このミスっていうのは、こういうふうに理解するといいと思います。まず、ミスの後ろに名詞が来ている場合と、ミスの後ろに名詞が来てなくて、プルプルミス。はい、こうなってる場合を二つに分けて理解するといいんですね。で、まずこっちの場合は、二つあって、プルプルがないと気づく。はい、で、もう一つが、プルプルがない。ないところまで、ここまでは同じなのね。そっから後ろ。ないのを寂しく思う。ちょっとね、感情が出てくるの。突然感情こもってきて、なくて寂しいっていうやつですね。それから今度、何々ミスという形になった場合は、プルプルがなくなる。はい、こうやって整理するといいと思います。全部共通点ありますね。それは何かっていうと、何かが失われてるってことです。で、これが共通点です。最悪このことだけは覚えて。ね。よくミスるっていうでしょ。ミスっていうのは何か損失をしてしまった時に使うわけだから、何かが失われてるっていうのは全部共通。ね。で、細かく見ていけば、例えばね、この上のこの丸一番だったら、いわゆる以前、まあ、どっかで出てきたけど、miss the train、電車に乗り遅れるってやつあったよね。あれはどういうことかっていうと、もともと電車がないことにホームで気づくわけ。ね、朝ね、高校行くぞって言って、でホームに立ってみて、ね、階段登ってホームに行きました。電車が行っちゃいました。ああもう電車いないと、そこで気づく。何々がないと気づく。はい。だから、それを意訳して、電車に乗り遅れたとか、電車を乗り損ねたとかいうふうに訳すわけでしょ。それから二つ目が、何々がないのを寂しく思う。これね、歌詞なんかでよく出てきますね。歌詞。英語の歌とかで。あなたが恋しいって時に、I miss you。I miss you。あなたがいなくて寂しいです。まあ、あるいは恋しいって訳すこともあります。何々がないのを寂しく思う、恋しく思う。よく出てきます、これも。で、最後が、何々がなくなるってやつで、例えば、地図がなくなってるって言いたかったら、The map is missing、ね。地図がなくなっているところだ、ね。地図が行方不明だ、なんて言ったりもするわけですね。で、今回はどれかって言ったら、もちろん一番下のパターンですね。ミスの後ろに、この後ろに名詞が来てないので、一番下のパターンですね。はい、ですから、絵のうちの1枚が、なくなっていたって言ってるわけです。
つまり行方不明だってことですね。はい、だから全体として、その美術館で、絵のうちの一つがなくなっていることが分かりました。その美術館で絵のうちの一枚がなくなっていることが分かりました。こうなるわけです。はい、それでは、最後の352番に行きましょう。It is warm. あ、so warm. そうつけて。In this place, that. That. Snow. ちょっと待ってね。あ、なるほど。It is warm that.Warm in this place. ちょっと待ってね。あ、わかったわかったわかった。Even in midwinter. はい、こうですね。さて、全体として、It is so warm in this place that it seldom snows. Even in midwinter. となってきますね。最後に even in midwinter とありますが、mid というのが、真ん中を表す前置詞です。あ、真ん中を表す接頭辞。真ん中っていうのを表すんですね。winter が冬ですから、midwinter で冬の真っ只中。つまり真冬ってことです。midwinter が真冬。even がでさえって意味なんですね。なので、真冬でさえというふうに言ってるわけです。さて、で、残った部分いきますね。まず、so that 構文になっていることはいいですね。so that 構文になっていて、あまりに暖かいので、点点点となるわけです。で、この that の後ろが、なんですが、セルダムが、めったに、プルプルない、という、まあ、頻度の副詞の一種なんですね。まあ、つまり、10回のうち2回ぐらいだってことを表します。で、it snows。これが雪が降るって意味なんです。この snows が、雪が降る。これ辞書なんかで引くと、snow を辞書で引くと、動詞の意味で、雪が降るってのが出てきます。これ雨が降るときには使えません。絶対、もうあられが降るときとか使えません。雷が落ちてくるときには使えません。絶対に雪が降るってときにしか使えないんですね。つまりこの snow は雪が降るとなるわけですね。でもここにね、雪がってのが含まれてるでしょ。だからこれ主語に、これ snow って入れちゃうと、もしここに主語に snow って入れて、スノーセルダムスノースってしちゃうと、雪がめったに雪が降らない。雪がめったに雪が降らないって、雪がってうるさいんです。黙れって、ようでなるので、もう何も主語に置けなくなっちゃったんで、じゃあしょうがねって言って、非認証の一途を置くことにしたんですね。で、実は、はい、同じ構造が上にもあります。はい、この it is warm。これの一途も、非認証の一途なんですね。暖かいってわけです。暖かい。まあ、何が暖かいかって言ったら、まあ、ね、その気温が暖かいわけでしょ。はい、だから、まあ、寒暖何個を表す一途ですね。で、ここが天候を表す一途っていうことで、非認証の一途をこれ使っているんだってことになります。はい、全体として、この場所はあまりに暖かすぎて、真冬でさえもめったに雪が降りませんってことになります。まあ、暖かいと雪降らないよね。寒いと雪降るわけですから、暖かすぎて、真冬でさえも、真冬だったらちょっと雪降ってもいいんだけどね。でも全く降らないんだって。まあ、そういう話なわけですね。訳すときは、この場所はあまりに暖かいって訳していいんだけど、英文で書くときは、it is warm なわけ。ね。this place is warm。これがよくある間違い。これダメです。ね。it is warm でないといけない。つまり、暖かいっていうのを表すときは、主語は必ず it だ。寒いもそうです。it is cold。ね。と、天気なんかもそうですね。天気が雨だ、晴れだって時も、it is sunny, it is rainy, まあ、あるいは動詞使って、雨が降ってるだったら、it rains とか、ね。いう風に、雪が降ってるだったら、it snows。必ず主語は it にしなくちゃいけなくて、天気とかそういう単語使っちゃダメ。部屋がとかそういう場所使っちゃダメ。必ず it 使ってっていう。この感覚をぜひね、慣れておいてほしい。そういう問題でした。はい、ということで今回は以上にして、次回予告に入りたいんですが、その前にね、一つミスプリみたいなものがあって、はい、前回、はい、337番、
このカレア、これスペルが間違ってたんですね。私は R を2回書いたんですけど、正しくは E が2回。はい、でした。はい、カレア、カレア、カレア。はい、ということで E を2個にしておいてください。ということでした。はい、それでは次回予告の方に入りたいと思います。ピッ。はい、次回、ゼアイズ構文という構文をやるんですね。私は昔から言ってるんですけど、英語に出てくる構文の中で、ゼアイズ構文が一番大好きです。もう一番大好きです。死ぬほど好きですね。もうゼアイズ構文についてもう50ページ使って卒論書いてもいいっていうぐらいゼアイズ構文が大好きです。昨年度、英作文特攻っていう授業で、このゼアイズ構文の素晴らしさっていうのを熱弁したら、ネイティブの人がね、あ、ゼアイズ構文私も好きになってきましたって言ってくれてね。ネイティブの人にまで私はゼアイズ構文の素晴らしさを説得できたので、多分、まあ、ネイティブではない、非ネイティブの君たちにも、ゼアイズ構文の素晴らしさっていうのは分かってもらえると思います。とっても楽しいんですね。何が楽しいかってことをここで言ってしまうとつまんないので、次回ね、1回分使ってしっかりと理解していただきたいと思います。あ、下にね、ボキャクイズありって書いてある。あ、嘘です。はい、これもないことにして、はい、次回はボキャクイズの結果を発表するのであって、ボキャクイズは次回は実施なしですから、まあ、それでも復習はしっかりと、してほしいと思います。はい、ということで今回の授業は以上です。お疲れ様でした。